はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。超雷竜、サンダードラゴンです。さあ、本日なんですが、診断で実装された謎カード、しびれるだけを使っていきたいと思います。謎カードすぎる。このカードは、謎のキノコ、元々の種族が、イカズチ族モンスターが、自分の手札、フィールドから墓地を送られた場合に、このカードを手札から特殊召喚できるという効果ありまして、さすがにイカズチ族なんでサンドラ神器なんですね、これ。はい。サンタドラゴンの効果って結構手札とかフィールドから墓地送られてることが多いと思うんですけど、まあ、これによって反応して痺れるだけまず出てこれますよと。で、さらにこのカードがモンスターゾーンに存在する状態で、イカズチ族モンスターの効果が手札で発動すると、痺れるトークンも出せるということで、まあ、要は、トークンと自分が、まあ、分裂できるみたいな感じですよね。だから、まあ、モンスターが増えます。で、レベル1のトークンなんで、まあ、リンクリボーに変えたりとか、まあ、シンプルにリンク素材にして、マスカリーナ立ったりとか、まあ、そういう感じの動きができますよっていうことですね。で、しびれるだけを使うにあたって、やっぱサンダードラゴンギミックが必須になってきますんで、サンダードラゴンギミックにぶち込んできました。まあ、しびれるだけの効果を頑張って使いたかったんで、サンダードラゴンを今回フル投入しております。主には。あ、ここら辺の、なんか、超雷竜、雷鳥竜とかは別に2枚とか入ってないけど、雷電竜、それからもう普通のサンダードラゴン、雷獣竜、雷源竜、これ全部入れてます。はい。なんで、まあ、サンダードラゴンへのアクセスはかなりしやすくなってるんじゃないかなということで、しびれるだけも、まあ、活躍してくれるんじゃないですか。はい。で、まあ、追い風としては、超雷竜サンダードラゴンがなんか3枚使えるんですよ。ちょっと、まあ、正直、トリプル、先行トリプル超雷竜とかもできるんですよ。やろうと思ったら。まあ、さすがにそこまでしなくてもいいかなと思って、今回ちょっと2枚にしてるんですが、一応、あとエクストラデッキの枠も、の関係もあって、2枚にしてるんですけど、この3枚入れたら3枚出せます、先行で。トークンだけは、実は、これ、リリースして、なんか、出す効果が、これ、効果モンスター限定なんで、超雷竜が。トークンはちょっと使えないんですけど、まあ、リンクサイトにはできるんでね。あと、痺れるだけ自身が変身して超雷竜になれるっていうのもあるんでね。まあ、結構相性はいいのかなと思ってますね。ちょっと若干事故率がね、サンダードラゴンデッキは気になるかなというところなんですが、まあ、闇の誘惑とか、週末の騎士とか、あとビーステッド、ホルスあたりを使って、まあ、なんとか回していきたいなというふうに思ってます。はい。早速ね、痺れるだけのパワーお見せしていきましょう。デュエル、スタンバイ。痺れるだけ来たぞ。痺れるだけ来たけど、これ週末の騎士通んないと何もできない。オッケー。週末の騎士通んないと何もできない事件起きてた。危なすぎる。雷獣竜を墓地に送りまして、で、雷獣竜をゲームから除外することによってマグナムートを爆誕させていく。オッケー。で、はい。で、マグナムビートセイバーと、雷獣竜の効果が起動しまして、マグナムートはエンドフェイズに、ビーセット、あ、ドラゴン族サーチ。で、雷獣竜は、サンダードラゴンモンスターを一体特殊召喚ですね。雷獣竜がね、やっぱり、展開に絡むとかなり、伸びますからね。で、一旦ですね、黒シープ出しに行くのが、展開伸びるかな。雷電竜と、週末の騎士で黒シープ出して、で、雷電竜の効果起動して、さらに、しびれるだけも特殊召喚。イカズチ族モンスターが、墓地を送られたので、しびれるだけがびっくりして、うわーって出てきて、で、雷鳥竜が、手札に加わっていく。しびれるだけはちなみにね、イカズチ族モンスターの効果が手札から発動されると、トークンを生むという効果がありますのでね、これを使って、トークンを生んでいきたいと思います。そして、しびれるだけの効果を発動。しびれるだけによって、トークンを生成。強くね。しびれるだけなんか、やってることは強いよな。で、しびれるだけ一体で、融合召喚現れろ超雷竜サンダードラゴン変なキノコ変身した。変なキノコがなんか、クソ強いドラゴンに変身した。で、終末の騎士の効果発動。よくわからんキノコ変身しててクソなんだけど。サロニールでいいか。サロニール、墓直って、で、サロニール効果発動して、ルベリオン墓直って、で、ルベリオンを特殊して、よっと。オッケー。で、ルベリオンが、効果起動して、フクラクインが置かれて、はい。で、
一応モンスター4体分使っちゃっていいですね。4体分使っちゃって、まあ、リンク4、照明の新旧アポロウーサ、そして、超雷竜サンダードラゴン2体目を融合召喚そして、レベル1のモンスター1体でリンクリボンをリンク召喚し、アポロウーサへの攻撃を牽制。よーし強くね、しびれるだけめちゃくちゃ展開伸びたぞ。でこれでさらに強い、やばいやばい、宇宙最強展開だ、これ宇宙最強展開。ドルイドブリムも持ってこれる、あまりに強い。超雷竜、超雷竜サンウーサリンクリボー、獣フクラクインテグダドルイドブリム、墓地リベリオンマグナムートみたいな、マジ強い、最強かよ。でテグダグラだね、これ世界最強展開だろ。これしびれるだけサンドラの、これ理論上最強みたいな動きじゃないこれ。さあ相手超雷竜サンダードラゴンが刺さる敵だ、あれ何封印のゴイス、なんだこれ。今あのマスターデリまだマリスいないから、なんかサンダードラゴンとかかな多分。これサンドラリバルミラーだとどうなるんだ。でも結構これ超雷竜刺さってんじゃない、割とあのデッキなんか鳥持ってこないとなんか結構きついみたいな話ないかな。ロビーになってフワンダリーズじゃん。え、いや、あ、確かに封印のゴイス、あ、月の支配、封印のゴイスあれだもんね、解除されましたもんね。確かに。え、でもそれデッキパワー足りてる？てかさ、待って、フワンダリーズってさ超雷竜マジきついんじゃねいや、あれ昔から言われてたんですよ。なんかフワンダリーズ相手には超雷竜立てたら相手何もできないって言われてたんですけどいや、ロビーナ回収は別にいいんですけど、ロビーナ召喚してもサーチ入んないですけど大丈夫ですか。ちょ先生、なんかその鳥デッキ、いやいいですけど、全然いいですけど。ロビーナ、まあ、フクラクインの方が使っちゃって、まあ、回収したところされたところで別に何も起きないからいいんじゃない。ちょっと待ってね。フクラクインの効果起動して、まあマグナムートでいいか、マグナムート特殊召喚するでしょ。で一応ロビーナが一応前盤面に出すことができるんですけど、ロビーナってデッキからカードをサーチした後にあの召喚するっていう効果なんですけど、デッキからカードをサーチする効果ついてるせいで、超雷竜くんがちなみにダブル超雷竜してるから月の書1枚では解決できないんだけど、だけダブル超雷竜だから、ロビーナが出てきてしまっても何にも効果が発動できなくて、相手固まるまで見えましたねこれチョーラーに座ってるよ。あいー世界最強デッキできました。あーなるほどでございますね。割とハンドはなんかすごい強そうなハンドはしてんだけどな。ちょっと待って、ザ・ビーステッド・ルベリオンから入っていいか。ビーステッド・ルベリオンの効果、結構サンダーってなんかちょっと難しいんだよね、どっから発動するかみたいな。割とどうやって誘発できるかも結構あるしね。でマクラクイン一応貼って、で不意の黄金室発動しまして、ゲームから除外するのはこれ持ってくるしかねえのかな。でサンダードラゴンをサーチして、雷中竜がいるかな、雷中竜がいる。で雷鳥竜の効果発動する。雷鳥で雷電特殊、はい。でこれでこうするでしょ。 OK。 でマグナムート使っていいな。マグナムートの効果、雷電流より雷鳥流の方が戻しといた方がいいか。でこうして、でチェーン1フクラクイン、チェーン2、雷鳥流で、B セットマグナムートの効果がエンドフェーズに、B セットサーチで、これで、エフェクトベーラー、まあまあまあ悪くないか、エフェクトベーラーまあまあ悪くないで、ルベリオン特殊、はい。でルベリオン効果発動、楽園の獣からのこれで
族アドバンスアドバンス召喚だなこれこれアドバンス召喚じゃね、これアドバンス召喚オブザイヤーじゃねこれ、これちょこれあなんかよくわからない展開しちゃったなこれ、こうしてこれダブル超ライドですね果たして強いのかどうかと言われるとあれだけど、無限包容とかはまあ1枚ぐらいだったら食らっても大丈夫ですからねこれね、はい、でこれで一応フクラクインと獣あるんで、まあエンドフェーズに入って、一応、これはドルイドあるんでバルドレイク持ってきて、でバルドレイ、ドルイドの構えにしておいて、これでいいですね、はい、ダブル超雷竜マジで熱いな、ダブル超雷竜マジで熱い、これ無限保養1枚では、まあ、ちょっと禁じられた人質とか打たれるとね、うわそれはきっちりか、うわそれはきっちりか、さすがに魔法トラップカード全部破壊してる、うわーちょっとさすがにリソースが全部破壊してしまった、やばいかもしれない、あ三元素きた、いやーうざい、三元素だる、あでもこれでも超雷竜は永続なんでね、えだからこれ三元素でサーチはできませんから、ちなみに三元素でサーチはできません、貼ることはできますけど、はい、あーいいでしょう、でこれもサーチはできないですか、セットしかできませんセットしかできません、エフェクトメーラーは効かないけどこのセットしかできないから、いやこれ結構超雷竜去ってないかな、これワンチャンチュンドラ素引きされてるとちょっとめんどくさい、チュンドラすびきだけマジでめんどくさいサーチできないのまあまあうざそうだけどなこれダブル超雷竜去ってんじゃねえか、これ実は結構どうだ、こいつに殴られたら別に大した動きないな、チュンドラじゃねえし、一応出しよっか、除外するのはですね、これは雷獣竜とかでいいですかね、雷獣竜除外して雷元竜特殊みたいな動きですかね、これは、はい、超雷竜くんやっぱ仕事してんじゃねえかな、これめちゃくちゃ刺さってそうだけどねこれ今のところ、さあ雷獣竜除外して、ドルイド出して、で雷獣竜の効果で、除外された場合デッキからサンダードラゴンを特殊召喚できるので、いやマジで本当にこのデッキの中にさありえない色のサンダードラゴン入ってるんだけどありえねえ色のサンダードラゴン入ってるんだけど、こうするでしょ、で雷元竜サンダードラゴンはちなみに守備力2000あるんで、パイドラでは倒せませんね、はい、まあいいでしょう、 OK です、でそれ殴られるのはいいです、これ何なんか持ってんのかな、じゃあ速攻魔法、あーなるほど、これ手札から出せるんですよ、サーチはできないけど一応手札からドラゴン族炎属性を特殊召喚する効の効果を使えるので一応ね、あちょっとバルドレイク出しとくわ、バルドレイキング出していって、ちょっと待って、これいやーもういやーまあでも破壊されることないと思うけど、まあ、一応ちょっとあのイカズ地族残しとくわ、一応念のため破壊されることないと思うけどね、超雷竜がね、コストとして墓地から除外するのはいかつ地族じゃなきゃいけないんで、あーファドラか、なるほど、ファドラ OK です、はいはい、メイン2何も起きねえこれ超雷竜刺さりまくってるな、超雷竜刺さりまくってるぞ、いや超雷竜って本当にねこういうなんか聞いてるかどうか分かんない、あそれは全然除外、聞いてるか聞いてないかよくわかんないけどめっちゃ強いっていう時あるよね、相手が勝手に爆発していくんだよなこうやって、で雷元竜の効果で雷元竜を持ってくる、オッケーマジ強い超雷竜のせいで相手なんぼできてねいやー久しぶりにこんなに刺さってる超雷竜くん見て僕は嬉しいですわ、ちなみにもう獣楽園系のマジックトラップカードないので、あとはもう普通に打点で殴りに行くしかないから融合しちゃうか、打点も含めて融合しに行きますわ、除外ゾーンのモンスターと墓地のモンスターをデッキに返すことにより現れる雷神竜サンダードラゴン、そして雷神竜サンダードラゴンはちなみに、イカズ地族モンスターの手札からの効果の発動にチェーンすることによって相手のカードを破壊するという効果があるぜ、うわっ雷神竜サンダードラゴンの効果を発動、フィールドのカードを1枚を選んで爆破することができる、さあどうする、まあ、あの癖カードどうせなんかあれだろ、大したことねえだろあれ、無限保養とかか、ちょわかんねえ、なんだ、あリゾルブなんだ、なるほど、
です、ね、ああもうじゃ あれ大したことないからこれでいいや。で打点アップしまして、全員でぶん殴ります。はい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 うわアルティメットアルティメットビーステッドサンダーの参加うざまだ手札から出すしかいません。こちらにまた手札から出すしかない。はいでパイドラ特殊召喚してもセットしかできない超雷力超雷力強すぎない？やば最強だったわ。あーこれは、増殖する G 増殖する G みたいな顔して雷源竜サンドドラゴンのチェーンを一緒ちらつかせることによって相手の展開をバグらせるという選択で作戦でいきますはい相手の展開をバグらせる作戦ができます、できますので雷電流は一生チェーンするんで相手がおなんか相手絶対持ってるじゃねえかってなるっていう、はい、これが雷電流の強いところですね。で魔界劇団久しぶりに上がったな。魔界劇団メロンマドンナ、なるほど。はいディレクターはこれあのペンデラムスケールに置く効果ですね。魔界劇団モンスターを、はい、さあディレクターで何を置くんですか。スーパープロデューサーっていうねリンク2が追加されたのが かなり前だと思うんですけども、あーワイホかワイホ、あワイホ置いたらあれかあのスーパープロデューサーでなんか叩き割るみたいな動きできるみたいな。スパプロ、はい、でスパプロが、表側の教授のカードを叩き割りながらなんかシアター貼るっていう効果ありまして、俺よく覚えてんね、俺よく覚えてると思わない、こんななんかもうなんか何年前かに知らない使ったさデッキ。いやほんとさ、ろくにさ日常のこと全く覚えられないのにさ遊戯王カードの効果だけはなんか結構覚えてるっていうのあるよね。あちなみにカードの、あのテキストは覚えてるけどカードの名前忘れるっていうのはあるある。これでメロマドンナは魔界劇団サーチですね。はい、で魔界ミッキー劇団 P しか出せなくなるみたいな、あそうね、魔界劇団 P モンスターしか特殊ができないっていう、縛りが入ります。でメロマドンナの効果起動して、魔界劇団を持ってく来れますよとメロマドンナ君は。で一応スケールが、高いやつを持ってくるか、まあ、ワイホ持ってくるかなんだけど、ああ、オッケー。で、これスケール高い方ですね。で、スケール高い方をペンデラムスケールにセッティングして、これあれなんだよな、なんかあの、ファンタスティックシアターがモンスター効果がなんか書き換えられちゃうんですよ。あの、セットカードを破壊するっていう、効果に。あの、なんかユメルとかと同じで書き換えるっていう効果なんですよね。だからちょっとそれがですね、鬱陶しいっていうのがあるんですけど、はい。で、ペンデラム召喚、メローマドンナ、ワイルドホープ、はい、なるほど。決戦のゴルゴンダラと何？決戦のゴルゴンダカードを1枚セット、いいだろう。メインフェーズ終了前、なるほど。これ雷電竜サンダードラゴンの効果使ったらこれ書き換えられんだよな。これさ、これセットカード今割った方がよくね。これ多分これ割られても今もうなんか やばいこと起きないでしょ。あ、まあ、ゴルゴンダとかでもゴルゴンダのダルってか先にこれ発動しなきゃいけないだろこれ先にこれ雷電流発動戦闘がんかったか。あーうざうざうざ、シアターで書き換えられるのめんどくさ。なるほどね、シアターで書き換えられるのを想定して動かないといけないのかな。つまりまあ、一応副楽園だけ貼ります。これどれ通していいかな、ホルスの栄光イムセティが通していいかどっちかっていうと、ってことはこいつを使ってこれで釣って終末の騎士で効果発動して、これシアター効果でしょ。でセットカードを叩き割りますような効果に書き換えられていく。あやばいカード割っちゃった、やばいカード割っちゃった、終わったうわやっちゃった、うわやっちゃったわ。いやゴールドゴルゴンダ見えてる時点でそれケアしかできないのか。ケアできた、今ケアできました、できないですよねこれ。でも無理じゃない、絶対シアターで書き換えるの確定なんだけど、これおかしいぞ。おいお前、王の棺やったらホルスは出せるって聞いたぞ、モンスターが墓地から。なぜだ、モンスターを特殊召喚することができないうわこれやっちゃったら、いや今ヤブヘビの魔界劇団出てくると思わんや。異性の最終戦士強すぎ